1990年式ジオストームのブレーキブースターブレーキバキュームサーボの概念図ブレーキブースターとは倍力装置とも呼ばれる自動車のブレーキを構成する部品の一つで運転手のブレーキ操作力を低減するための補助を行うシステムである。作動にエンジン吸入負圧を用いるものは日本語では真空サーボやマスターバック、英語圏では バキュームサーボとも呼ぶ。ブレーキブースターは今日のすべての自動車のメインブレーキ機構である油圧ブレーキの一部として使用されている。ただし、ブレーキブースターはケーブル、ロットなどの機械的なリンケージで駆動される機械ブレーキや空気ブレーキをメインブレーキ機構に用いる車両には用いられない。ブレーキブースターはブレーキペダルを介して伝えられる運転手の制動力を バキューム圧によって補助することで、マスターシリンダーに制動力を乗算して伝える。作用を果たす。このバキューム圧は2つの異なる方法で生成され、来年期間の吸入空気圧を使用するものと、電気自動車のように、エンジン以外の原動力を用いるものに対別される。スロットルバルブによって、スロットルボディより、先のインテークマニホールド内に強い負圧が発生する。 ガソリンエンジンの場合には、吸気管圧力を使用し、スロットルバルブが存在しない構造上、ガソリンエンジンに比較して、吸気管圧力の低いディーゼルエンジンの場合には、独立した真空ポンプを使用する。バキューム圧は、反抗室のプラスチック製配管に沿って、ブレーキブースターに転送され、逆止め弁によって、ブレーキブースター内部に保持される。真空式。 ブレーキブースターは最も近代的な四輪油圧ブレーキシステムで採用されている。真空式、ブレーキブースターのハウジング内部には2つのチャンバーが形成され、その仕切り構造に稼働するゴム製のダイアフラムが設けられている。エンジンのインテークマニホールドやスロットルボディなど9機の低圧部に接続されると、両方のチャンバーの内圧が低下する。 両方のチャンバー内圧が低下することで、ブレーキペダルが操作されるまでの間は、ダイヤフラムが中央で保持されることになる。また、ブレーキペダルは、リターンスプリングによって、初期位置に保持されている。運転手がブレーキペダルを踏み始めると、ハウジング内のブレーキペダル側に設けられた空気弁が開かれ、内部に待機圧が導入される。内部の圧力が片方だけ、 高くなることで、ダイヤフラムが低圧側のチャンバー方向に移動しようとする力が発生する。このダイヤフラムの移動する力によって、運転手の足の力を補助して、マスターシリンダーをより強く押し込むのである。比較的小型のブレーキブースターの場合、直径20センチメートル程度のダイヤフラム0.03平方メートル程度のチャンバー容積を持ち、 大気圧の半分程度の吸気管圧力が供給された場合、おおよそ1500ニュートン程度のアシスト能力を発揮する。ダイヤフラムはチャンバーの両側の力が平行に達すると移動を停止する。これはブレーキペダルが戻されることで空気弁が閉鎖されるか、ブレーキペダルがある。一定の踏み台まで踏み込まれた場合に発生する。ブレーキペダルがある。 一定の踏み台まで踏み込まれると、マスターシリンダーからの反力とドライバーの足の力、そしてペダル側チャンバーの待気圧が並行するため、それ以上ダイヤフラムは前進しなくなり、それ以上の力をブレーキシステムにかけるには、ドライバーの足の力のみで行わなければならなくなる。ブレーキ操作力補助に、アキュムレータや電動ポンプの作動による油圧を用いるもの。 小型な筐体ながらも強力な制動力補助が可能。古くからアメリカ製のライトトラックや SUV に用いられており、これらのポンプはエンジンによってベルト駆動され、油圧はパワーステアリングと共用される。その他、1982年の BMW5 シリーズや、1991年の y 3 2系日産、グロリア、日産、セドリック、日産、 シーマ等の高級車を中心に採用されていたが、近年ではディーゼルエンジンと同じくスロットルバルブを持たず燃料を踏む車両のみで回転数を制御する構造上、インテークマニホールド内の負圧がそれほど強くならないガソリン直噴エンジンや低速走行中はエンジン自体が回転しないハイブリッド車、負圧を発生させるエンジンそのものが存在しない。 電気自動車等のブレーキアシストにこの形式の採用が進んでいる。ブレーキ操作力補助に空気圧を用いるもの。空気ブレーキのうち空気油圧複合式ブレーキがこの方式に該当する。エアタンクに備蓄された高圧空気でブレーキアシストを行うため、真空式と比較して非常に強力な制動力補助が可能である。一般的には、 ディーゼルエンジン搭載の大型自動車にこの方式が用いられている。ブレーキブースターの機構を採用したカンパニオーロ製リムブレーキ。自転車においてはブレーキブースターの機構を採用したリムブレーキの製品が1980年代頃カンパニオーロより製造販売されていた事例がある。また、V ブレーキを採用する場合においてブレーキ操作の力が 従来のリムブレーキよりもフレームのシートステイやフロントホークに大きく伝わることから、たわみが生じて制動力が低下するのを防ぐ目的で、様々な素材の補強フレームをリムブレーキに付加する場合があり、この補強フレームをブレーキブースターと呼んでいる。オートバイは、車体重量が軽く、制動にあたってもともとそれほど大きな操作力が要求されないことや、 強力で鋭敏なブレーキ操作力補助は、ブレーキロックやノーズダイブなどによる転倒といった危険な挙動を誘発する危険性が高いため、油圧ブレーキ移行後もほとんどの車種でブレーキブースターは採用されてこなかった。しかし、2000年代以降、高度な電子制御が行われる高性能なスーパースポーツを中心にブレーキ操作力を最適化して、 より安定した、制動性能を発揮する目的で、アンチロックブレーキシステムの一部として、ブレーキブースターが採用される例が増えてきている。外国車では2001年の BMW R1150R ロードスターで、電動ポンプを用いる、油圧式、ブレーキブースターが採用されたが、近年の日本車では、ホンダ CBR1000RR のように、 ブレーキ操作力そのものをブレーキ系統から切り離して電子制御するブレーキバイワイヤーに移行していく例も見受けられる。かつて四輪すべてがドラムブレーキであった時代にはブレーキブースターは必ずしも必要とはされてはおらず、アメリカ社ではオプション操作。今日でもブレーキブースターは多くの場合、いわゆる自己売力作用あるいはセルフサーボー特性と呼ばれる性質を持たない。 ディスクブレーキに組み合わせられる。それは、言い換えれば、ブレーキブースターの補助がないディスクブレーキでは、制動にあたって運転手の操作力のみでは十分な、制動が行えない可能性があることを意味している。真空式、ブレーキブースターの場合、エンジンが始動していない時には、一切の制動力補助が行えなくなるため、坂道の中途で停車し、パーキングブレーキを解除して、 重力で坂道を降り始めた車体を止める程度の制動であっても、エンジン始動時とは比較にならないほどの強い操作力が要求されることとなる。仮に走行中にブレーキブースターが破損、故障した場合や、高速道路などを高速走行中何らかの原因で、エンストを起こした場合には制動補助能力がすべて喪失するため、そのまま走行を続けるのは非常に危険である。 走行中もしも制動補助能力に明らかな不足を感じ始めた場合には、直ちにその車両の運行を中止し、ブレーキフルード漏れなどの点検とともに、バキューム配管やブレーキブースター本体の点検修理も必要となる。走行中何らかの原因でエンストを起こした場合には、フットブレーキ系統のみに頼らず、可能な限り低速のギアに変速してクラッチをつなぎ、 エンジンブレーキを併用しながらブレーキ操作も行って原則停止を行うことが望ましい。ありがとうございます。